三笘薫、大谷翔平の共通点。サッカー、野球、世界最高峰の場所で衝撃を与え続ける2人の侍、世界で活躍する2人の日本人選手の共通点に迫ります。目標を紙に書く。まずは17歳でプロになる小学校3年生の三笘選手は目標シートにこう書きました。大学時代に書いた目標シートには達成するべき課題や反省を細かく書き、日々の練習に取り組みました。三笘選手は具体的な目標や将来のビジョンを言語化することはとても大切だと言います。スピード160キロ。花巻東高校には目標を1枚の用紙に書き込む目標達成シートがあります。野球部佐々木監督は選手たちに具体的な目標を持たせ、達成するための計画を立てさせます。目標を達成するために書くことは欠かせないこと。目標を紙に書く。フィジカルを鍛える。ユース時代フィジカル面でプロとの差を感じ、大学への進学を決断。フィジカルを強化。海外でプレーする今もトップオブトップとの違いはフィジカルと分析し、チームトレーニングとは別に週に2回個人でジムで筋トレしています。目標シートに書いた160キロを出すために筋肉量、体重をアップ。体重は高校3年間で60キロ台から80キロ台に。もちろんプロに入ってからもトレーニングを続け、ベンチプレス、スクワット、デッドリフトを中心に今なお体を進化させています。フィジカルアップ。食事は栄養補給。大学で栄養学を学んだ三笘選手、高まったこだわりはプロでも続き、今では栄養士をつけて血液データを取り、理想な体を目指すために必要な食事や栄養をとっています。トレーニング、食事の相乗効果が成長につながりました。 1% でもいい結果が出るように食べるものを決める。血液検査をして自分に合う合わない食材を決める。侍ジャパンでも毎回ゆで卵を3つ食べていたとチームメイトが証言したように、1回の食事で 60g のタンパク質をいかにして摂取するかを考え、食事を楽しむというより栄養摂取のような食生活をしています。食事は栄養補給。目標を紙に書く。フィジカルアップ。食事は栄養補給。